ヤン・アンデルス・ヨンソンは、スウェーデン出身の元サッカー選手、指導者。1978年、ロイ・ホジソン率いるハルムスタッツ BK に入団すると、長年にわたり同クラブでプレーした。1979年には、アルス・ベンスカン優勝を経験したものの、この頃は、若手の一人であり、出場機会は、あまりなかった。1981年、 ヤンマク監督に抜擢され試合出場を増やしたものの、以降はリーグで注意を維持し、1987年にはスーペルエッタンに降格してしまう。1988年、降格を受けて新監督にスチュワート・バクスターが就任する。この出会いがヨンソンの後のキャリアを運命づけた。1シーズンでアルスベンスカン昇格し、以降アルスベンスカン残留を続け、 1990年シーズンからバクスターの下で2年間アシスタントコーチを兼務する。1991年スーペル・エッタン降格、バクスターは退任する。1992年1シーズンでアルスベンス間昇格し、同年現役引退する。1993年バクスターに誘われる形で J リーグサンフレッチェ広島のトップチームコーチに就任した。 選手層の薄さを埋めるために、同じくコーチであった松田博士、持月和義と共に選手登録され、その後現役復帰することとなった。バクスター監督はヨンソンを徴用したため、フォンデルブルグなどの現役選手の不満を買い、監督と選手間での対立が生じた。結果、ヨンソンは選手として解雇され、翌1994年、コーチに専念することになった。 同年、チームはサントリーステージで優勝した。1995年、当時旧 j f l ビッセル神戸でも、バクスター監督に伴って松田と共にコーチに就任する。同年阪神、淡路大震災が発生し、選手層に問題が発生したため再び現役、復帰し、1996年末の J リーグ昇格に貢献した。1998年、 リュングスキレース系でコーチを務めた後、2001年、スーペルエッタンのランズクルーナブは監督に就任する。1年で、アルスベンス間昇格し、以降3シーズン残留した。2005年、ノルウェアデコリーガエンのスターベクイフ監督に就任する。1年でエルテセリエンに昇格、3年目の2007年には、エルテセリエン準優勝、4年目の2008年には、 チーム史上初の優勝に導いた。2011年、ノルウェーの強豪である、ローゼン・ボリビー系監督に就任した。ただ2年連続で、エリテセリエン3位に終わったことから、2012年末をもって解任される。2013年、オーレスギエフ系監督に就任した。2015年、スウェーデンのフルスである、ハルムスタッツビー系監督に就任した。 2017年7月10日、選手、コーチとして所属していたサンフレッチェ広島の監督に就任した。2017年12月20日、清水エスパルスの監督に就任した。2018年11月2日、J1 第31節湘南ベルマーレ戦で、後半20分に審判の判定に激怒し、ラインをまたいでピッチの中に入り、湘南の FW、 小川圭司明が外に蹴り出したボールをピッチへ蹴り返した行為で退席処分を受けた。11月7日、J リーグ規律委員会が、主審、副審の判定に対する必要な抗議に相当すると判断し、J1 第32節名古屋グランパス戦のベンチ入り停止処分を発表した。リーグ戦、トップ5、カップ戦、ベスト4以内を目標として2019年シーズンも、 シミズで再敗を振るった。しかしリーグ戦では、J1 第11節終了時点で2勝2分7敗と、自動降格圏内である17位に低迷。また、守備力の強化を、重点強化方針として掲げたが、第11節終了時点で26失点と、リーグ最トを記録。さらに、ルヴァンカップでは、最終戦を待たずに、予選ラウンド敗退が決まった。 2018シーズンの功績に感謝を示した一方、2019シーズンの戦績と改善の兆しが不透明であるとして、清水は監督交代を決断し、5月12日に清水より監督退任が発表された。ありがとうございます。